雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。女性セブンがスクープした前田敦子さんの新恋人との週末連泊デート写真です。お相手は30歳で英語が堪能なアパレル会社役員、映画で共演した松田翔太さんを介して知り合ったのではないかとのこと。前田さんを知る芸能関係者によると、交際は隠していない、一緒にいられるところを取られても全然平気と周囲に話しているそうです。シワシワネームが増えているようです。元モーニング娘。の籠愛さんが長男の義継という名前を公表したところ、渋いと話題を呼びました。昨年の赤ちゃん名付け男女年間トレンドでは、男の子の10位に一郎、女の子の5位には文子がランクイン。命名研究家の牧野邦夫氏によると、古風なシワシワネームでは謙信、高政、安臣などが人気だそうです。夜が激しすぎるあまり事件が起きたようです。2013年に結婚した高橋ひとみさんが、下の階の住人からクレームが来たというエピソードをテレビで明かしました。50代同士でもすごいんですよと夫との長い夜を明かした高橋さんに、スタジオは大爆笑。しかし女性セブンによると、高橋さんのように性生活が充実した夫婦は少ないとのこと。配偶者以外との親密な付き合いがあるという50代女性は 16% にも上るそうです。ニュースの詳細はニュースポストセブンで検索。